ふーん。それで、僕が何の仕事をしているのか気になって、後をつけたってわけ。ごめん。詮索するような真似をして、すまなかった。シン君は悪くないんだ。俺が尾行しようって言い出して。だろうね。アッキー先輩は探偵ごっこがしたかっただけだろうし。そこまでお見通しなんだ。ゆず君はすごいね。はあ？あまり怒らないでやってくれ。余計なお世話だったかもしれないが、少なからず君を心配する気持ちもあったんだ。それもわかってる。っていうか別に怒ってないし。そうなの？僕も本当のことを言わなかったのは悪いと思ってるから。あの人は僕の血のつながった本当のパパだよ。え、そうだったのか。ママは僕が小さい頃に病気で亡くなってるから。ずっとパパと二人で暮らしてたんだけど、僕が学園の寮に入ってからは一人なの。だから時々様子を見にお家に帰ったり、ああやって外でお茶して近況報告してるってわけ。そうだったんだ。父親の心配とは家族思いなんだな。ま、今じゃ唯一の家族だしね。もう、しんみりするのやめてくれる？こうなるのが嫌で仕事だって言ってたんだから。なら、今までの仕事というのは全部。ないよ。アイドルになりたくて前の事務所を辞めた僕に仕事があると思う？え、思うよ。ゆずくんだもん。世の中そんなうまくいかないよ。そういえばさ、ゆずくんはどうしてアイドルになりたいって思ったの？ハロプロでもアイドルになれたんじゃ。あそこは俳優しか育てない方針だから、歌手やアイドルにはなれないんだ。アイドルになりたいって思ったのは、昔共演した銀河のステージを見て憧れたからかな。あんな風に歌って踊ってみんなを笑顔にできる人間になりたいなって。そうだったんだ。銀河、よく聞く名だな。アキトもユズも彼らに影響されていたとは。まあ、当時は国民的アイドルだったし、僕らの世代は大体そうなんじゃない？シン君は違うの？私はアイドルに向いていると言われたのがきっかけだった。おお、確かにシン君かっこいいし、アイドルに向いてるよね。アキトほどではないが。っていうか、アッキー先輩、怒ってないとは言ったけど、パパ活と勘違いされたことは許してないからね。すみません。その、パパ活というのは？まず僕のパパに謝れ。謝りたいから今度お家に遊びに行ってもいい？お父さん優しそうな人だったよね。高級菓子より持ってくるなら考えてやる。やったー。ちょ、考えるって言っただけなんだけど。だからパパ活とは何だ？え？パパ活っていうのは、なんて説明したらいいんだろう。一人でアイドルになるつもりはなかった。僕が憧れたのは、仲間と一緒にステージで歌って踊るアイドルユニットだったから。でも最近思うんだ。今までの僕は何度も誰とユニットを組んでも、結局一人でアイドルを目指していたんじゃないかって。演出の天川幹雄だ。今から舞台クロックの顔合わせを行う。はじめに言っておくが、この舞台は長年多くのファンに愛されてきた演目だ。君たちに求めるのは一つ、お客様に喜んでもらうことだ。俺は妥協しない。常に上を目指す。昨年と同じ舞台を作るつもりなら今すぐ辞退してくれ。代わりはいくらでもいるということを忘れずに。このチャンスを無駄にするなよ。はい。ではまず主演のゆずから順に挨拶を。はい。ゆずくん。あ、グーリン。グーリン？そう呼んでいい？さっきの顔合わせで名前覚えたよ。組沢リンくんだよね。うん、
はじめまして。一年生同士頑張ろうね。え、はじめまして。ゆずくん、そろそろ出るよ。はーい。ごめんね、これからお仕事なんだ。グリーン、これからよろしくね。先輩、お待たせ。歌番組の収録も増えてきたし、いよいよデビューが近づいてきたって感じがするね。ああ、ようやく実感が湧いてきたな。それでは聞いてください。11月24日発売の僕たちスターズのデビュー曲で、スターズ。みんなよろしくね。君を連れて行きたいんだ、この夢の彼方先へ。紡いだ文字綴る想い、どこにもない物語だよ。あの日見た空の向こう、心にかばれか響く。輝く未来、繋がる世界、照らしてるよ毎回。スポットライトに照らされて、まるで夢の中みたい。ずっとこのままがいいな。ずっとこの3人で。ゆずはゆずのまま。シンくん、危ないだろう。廊下は走るなと。ゆずくんは？さあ、今日は見ていないが、ゆずがどうかしたのか。これ今日発売の週刊誌なんだけど、ゆずくんが。ゆずはあのゆずきはら篤蔵の孫だったのか。それに本名も。本当かどうかなんてまだわからないよ。